ございます。釣り子 TV です。本日もですね、こちらシマノから新しく出た、二重メタニウム、これを使って春バスを狙ってきたよってこういう動画なので、ぜひご覧ください。バス痛い。食ったよ。おーしゃ、プルフラット。よーし。食った。八丸ジュニアにしたら食ったよ。よいしょ。買ったばっかりのメタニウム。いやーちょっとね、強めの釣りから始めて。なんかね、釣れないから春っぽい小型ミノーの釣りに変えたらようやく当たりが出せました。で今ね、14ポンドラインってクロロの、そんでクロロマイスターってちょっと固めのクロロカーボンラインを入れて投げてみてるんですけども、トラブらない。まあ近距離でね、そんな無理なキャストをしてないっていうのもあるのかもしれないけど、スーってこう入れ込むことができて、で邪悪してね誘ってみてます。よし、また釣れた。よっしゃ、パターンだな、これ。ルアーのサイズが合うともう途端に食うんだね。中にはね、ちょっと大きめのやつも。これは濃いだね。よっしゃ、いやー、よいしょー。ちょっとね長くなったかな。引き続き X80 のジュニア、小さいやつ、ちょうどねサイズがいいのかな。で引き続きメガバスのシルバーシャドウにねメタニウムをつけた、こんな組み合わせで、不意の大物がかかってもいいようにクロロカーボンの14ポンドラインを入れてみております。イエイ。小粒なミノーにメタニウムと、あとねメガバスのシーバス用のシルバーシャドウ。春バスくん、はい、改めて新型のメタニウムに14ポンドラインで、こういうで小型ミノーを投げてちょこちょこやって釣ってみております。じゃあね、パターンかもしれないんで、さらに狙っていきます。結構80ジュニアっちゃね、軽い小型のルアーなんだけど、ほんと糸が浮かずに、まあ結構ブレーキ強めにしてるっていうのもあるんですけど、快適にね投げれてるから。でさっきあのジグストとかも同じような設定でねやっていたし、なんだろう、この調整の幅が、許容範囲が結構適当にラフにねやってんだけど、リールの方が結構オートマチックに追従してスッてね、投げれてるんで、すげえな。もうちょっと大きめのワンテンジュニアとかそういうのが快適に使えるのかなと思ってたんですけど、それよりこう
ちょっとワンランク下のこれぐらい小型なねミノーとかがふーっとね、まあさすがに抑えないとちょっと浮くんですけど、でもなんだろうな、投げやすいし、そんな重度のトラ、まあやりようによってはねすごいバックラッシュになるんだろうけど、これはね面白い。おかっぱりとかでねこうそんなにタックルの数増やせないなんていう時に、このリールであればちょっとしたベイトフィネス的なところからもカバーできちゃうんじゃないかなって、そんな気がします。いやーちょっと坊主かなーと思ったんでね、当たりはあるけど乗せらんないみたいな感じだったから、ぴったり釣れるルアーが見つかったんで、あとは回遊待ちして食わしてく感じかな。お、食った。よし、止めると食うね。よし、よし。よし。よし。うお、ハーモニカ食い。お、バチッと止めた時はいいとこかかんねえ。しっかり止めた時にね、食わしたから、がっぷりハーモニカ食いですよ。引き続きルアーは80ジュニア。で、リールはね、メタニウムっていうことで、あーやっぱねシーバス用のロットってミノー用に作られているはずだから、まあこのぐらいのね柔らかさのやつはすごい乗るね。まあ小さいサイズだけどね、このぐらいのサイズがスポーンってしっかりと食い込むってことはバランスがいいんだろうなっていうことで、はーい、嬉しい3匹目。じゃあね逃がしてあげます。ルアーは引き続き、見えるかな、80ジュニアさんですね。はい、引き続きのこんなタックルね、なかなか最近これ見ないでしょね。これね、いや使いやすいですよ、こう腕にね絡みつくような感じで、こういう小型ミノーとかのキャストもねしやすいし、これねシーバスロットだけど本当いいなと思う。シルバーシャドウでね、あのね、でメタニウムと80ジュニア、こういう組み合わせです。はい、帰ってきました。でね、あのメタニウムを使って、でこの日のパターンはね、軽量なミノーが効くぞっていうことでね、あの釣り場に持っていくのがこんなボックスなんですけども、1ワンって入ってますね。デプスとかいろいろ楽
ッキークラフトとか書いてありますけども、はい、じゃじゃじゃん、もうなんだかなっていう、もうこういう感じでね、いろいろなメーカー、いろいろなミノーが入ってるんですけども、スピナーベイトなんかも入ってますね。で、まあ、この時期ね効くなんて言われてるのがこのワンテンジュニアね、これを横にパンパンって飛ばす釣りなんか大好きでやるんですけども、今回は小型、あったこれですね、メガバスの X の80ジュニアっていうことで、小型のね80ですね。これすごいね小さいんですけども、こうキラキラした色が綺麗で、このルアーがねめっちゃ効いたっていうことで、でこのねメタニウム、もうちょっとまあここら辺のワンテンジュニアとか 10g 前後とかそういったやつが使いやすいリールなのかなと思って、これはちょっとバックラッシュしちゃうかなって、糸もね14ポンドラインってちょっと太めの糸入れてるんでって感じでね使ってみたんですけど、これがまた快適にね投げれちゃうね。この MGL スプール3なのかブレーキユニットの性能なのか、まあ全部なのかっていう感じで、あ、ここら辺まで投げれちゃう気持ちよくっていうのが非常にねよく分かったなっていうことで、もちろんね重めのルアーなんかもね剛性感があって非常に気持ちよく投げれるんですけども、このちょっとね軽めのところまでポイポイっていけちゃうよっていう感じがすごいね、ベイトフィネス機っていうわけではないんですけども、糸もね結構しっかりと、太いと、ね、量入れ込めるし、でこの14ポンドラインを使ってここら辺の 6g アンダーのミノーがスイーッと投げれてね、トラブルなくて、で、あの、なんていうんですかね、ほんとちょっと違うリールだと、例えばこう無理に力入れて投げて、そんでルアーが上にこうふわって上がってって、で思ったスポットに入らないなんていうね、ことがあるかなと、そこら辺でベイトフィネスの、リールを使えばそういうのが低弾道でスーッとね自分の入れたいポイントに入れ込めるっていうのがあったかなと思うんですけども、このねメタニウム、ここら辺の、まあこれ測ったら 5.7 グラムぐらいの重さのミノーなんですけども、ここら辺のやつもねスーってね結構低弾道で、でピタッとね止めて、小型だからこうここら辺のクラッチ周りのね親指のサミングワークというか、そういうのもすごいやりやすくて、それでまあ岩盤にあんまりぶつけるとねこうリップとか折れちゃうんで、でもねあんまりねそこまでハードにヒットさせることもなく、ミスキャストもなく、狙いのとこにスポーンとね入れやすいので、結果魚がよく釣れたなっていう印象があって、でこの時期だと通常だともうちょっとそうですね潜るシャッドをねこういうやつかなっていうとこなんですけども、餌のサイズが合ってるのか、今回はねこんな感じのねセットで、よく釣れてくれたなっていうことで、まだまだね引き続き夕間詰めに向けてねどんどんね魚釣っていきますので、またねお伝えしていければなと思うんですけども、こちら、メタニウムの新しいモデルね、今ねブレーキ設定は、およそ5っていうところにあって、中のねブレーキは全部4個ともオンにしております。そんな感じで、投げ込んでみて、まあよく釣れたよっていうことで、ここら辺のねどんどん進化してるんですねっていうことで、ぜひねあとねルアーのところではねこういうね春先っぽいね小型で、まあ、この時期シャッドっていうイメージがあるかと思うんですけども、状況によってはねこういったショートリップのものがねめちゃくちゃ効く、もうバスのなんていうかな目線がちょっと上意識してるなーなんていう時だと、シャッドだとその目線より下に入り込んじゃうことがあるんで、そんな時にこういうショートリップのものを各種ね、まあ、例えばワンテンジュニアであるとかアシュラーであるとか、あとはラッキークラフトの B フリーズであるとか、ここら辺をその微妙なね目線の上でなんていうか、センチ刻みで泳がせるためにいろいろ持っていくとねいいことが起こるよっていうことで、例えば OSP のルアーなんかはイメージよりちょっと下をね
シャドウよりちょっと上なんだけど、ミノーよりちょっと、まあミノーなんですけど、下泳がせたいときは OSP のルアーで、それより上のあたりでパタつかしたいときは、こういった80ジュニアとかワンテンジュニアとか、 あとはなんだろう、その場からあんまり動かしたくないときは B フリーズシリーズとかですね、こういったのとかね、こうごちゃっぺに入ってるけどね、結構こんだけいろいろ入ってるとね、その微妙なバスがどこを見てるかに合わせやすいのかな。でもうちょっと浮き上がりのアクションに反応するっていうときは最近の、まあ、こういったフローティング気味のねミノーとか、シャットとかね、アイバイアイシャットとかレイドジャパンのものとか、なんかもうごちゃっぺだけど、こうリズイとかねまあここら辺を、用意しておくといいのかなっていうことで、でまあメタニウムに関しては今紹介したここら辺のルアーね、全部心地よく、投げれるなっていう、感想がまあいろいろね付け替えても見たんですけどもあったので、ほんとね使いやすいリールだなっていうことで、またね、引き続き動画ね、まとめ次第ですね、どんどん情報発信していきますので、よろしくお願いいたします。また、こういうルアー投げたらどんな感じですかとかね、試してもらいたいものとかあったら、コメント欄の方にね、書いておいていただければ、いろいろ試してみたいと思います。個人的にはね、この剛性感コンパクトボディで、アラバマリーグ投げたらどうなのかなとか、ビッグスプーンやったらどうなのかなとかね、ワームの釣りもちょっとねちゃんとやったらどうなのかなとか、いろいろ気になってるところはあるので、引き続きせっかく購入したのでいろいろな釣り物でね、試していきたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV は、シマノから新しく出たこのメタニウムね、これで、魚がよく釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。